いいか悪いかって言ったら良くはない。僕がいつも食べてるもので紹介したら、こっちのことは気にしないで紹介してください。多分ね、テーマが偏見だ、偏見、偏見、差別、うんうんうん、最後の方でのび太さんが言ってたけど、同じ状況であってもそれを差別と取るか取らないかっていうのは人それぞれだからみたいなことは言ってて、なるほどなと思った。男女差別は若い時は感じやすかった。男がすごい嫌いだった時期があって、会社の飲み会とかに行った時に、子供小さいのに大丈夫とか聞かれたりとか、言われないよね。早く帰れよあははまでじゃん、男性って。大丈夫、全部やってくれてるからって言うと、笑いも混じりながらもひどいっていう感じの、あの感じが、そう、私がやらせてるっていうふうに思われて、私がひどいみたいな、嫌だったね。でもその程度だね。時代がまだ追いついてないんだなとは思ってたけどね。すごくもないけどね、まあ少しずつね。前よりはね。嫌な思いをしたことは多分あると思うんだよね。多分ね。そういう対応をされたとして、その人から得るものって何もないじゃん。逆に自分とはちょっと違うのかもしれないっていうのを察知して、メモに書いてくれたりとかする人って本当にいるじゃん。私は聞こえる人っていうのが分かって、私の対応とこっちの対応が違かったり、手話ができるできない関係ないの。瞬時に判断してできちゃう人ってすごい魅力的というか、そういう人に心を奪われてしまって、うん、さっき言ってたその差別的な人って思って、それ以上の感情が湧かなくて、差別とも思わないというか、そこまでの関心を持たなくていいよっていうことは言いたい。小物にそこまで心を奪われる必要もないというか、その両親も別に差別とは思ってないからね。今ちょっと思ったんだけど、音声をさ、日本語に変えるやつあるじゃん。文字にするやつ。あれ置いといたら。そうじゃなくて、何喋ってんだろうなっていう興味で、ちょっと置いてみたらって。どうぞ。食卓に。家族が。こんなこと喋ってんな、みたいな。起きる起きる。3人だとさ、2人が仲良くなって1人がハブっちゃうこともあるじゃん。差別とはちょっと違う。分かんないじゃんそれって。なんか私寂しいなって思ったりするじゃない。あるんじゃないかな。なんでこうなんだろうって思わないで、それを興味関心に変えれば
つまり家族が話してて何話してるか分かんない寂しいじゃなくて、何を話してるんだろうって興味があっておくみたいな。僕は一人ぼっちで寂しいじゃなくて、何話してんだこいつらみたいな。ダメなのそういうの。障害を持ってるわけじゃないから、ね、差別っていうのはよくわからないんだけれど、県庁の社会の中でも今までの同じグループだったのにこうっていうのはあって、悪口陰口っていうのはある。私もそれ受けたことはある。中学生の時からで本当に一人でいいやって思ったの。いちいち考えるのが嫌で ね、なんで昨日は一緒にご飯食べたのに今日はないんだろうとか、そういうのも嫌で、だったらもう常に一人でいようと思って、これ誕生日プレゼントも同じ。なんで去年はあったのに今年はないんだろうって思うのがもう嫌だから、一人でいい、一人がむしろいい。まあ平気だけれど、平気だけど一人でも平気っていうね。おばさんってさ、悪口を言うと元気になるじゃん、みんな。元気になる傾向があるわけだから、元気になってくれればそれでいいよみたいな感じなのよ。大昔の話なんだけど、すっごく背が高くて大きい子がいたのね、女の子。その人のこと大好きだったの、仲良かったの、すごく。言葉をさ、いろいろ覚えてくるじゃん。で、新しい言葉を使ってみたかったの。ウドの大木っていう言葉あるじゃん。面白いなと思ってつい使ってみたかったの。でも使った後にダメだって気づいてそんなこと言っちゃダメだって今思えば悪口なんだよ。だけど後からそれに気づくことだってあるわけ。未だに記憶に残ってるから、あんなこと言わなければよかったって、そういうことだってあるじゃん。私の悪口を言ってた人も思わず言っちゃって、そうそう言っちゃって、それがちょっと盛り上がっちゃってみたいなこともあるじゃん。悪口言ってたよって言って連絡くれる方、もう私最強に意味がわかんない。正解がわからない。ありがとうなのか、なんでそんなこと言うのなのか、それ言わなくてよくない？あなたの旦那さんが知らない女と歩いてたわよみたいな感じやん。心配か。だから自由に言っていただいて、で元気になっていただいて。暴力は嫌だけどね。暴力じゃない悪口陰口は私は結構 OK。 この間ね、他のチャンネルの悪口を書いてきた人がいたの。なんでかっていうと、出てこうって書いてあって、他の人のチャンネルの悪口って見ててめっちゃムカついて、なぜかわからないけど、でブロックしたんだけど、悪口って良くないなと思った。自分の悪口はいいと思うんだけれど、人の悪口は聞いてて、悪口は良くないね。やっぱり。直接でもいいよ。この間動画内で不安なんて意味ないよって言ったんだけど、それに対して不安は自然に起こるものだからみたいなのね、言ってた方もいたんだけれど、どっちかっていうとない方がいいじゃない。不安とか嫌な気持ちとかってない方がいいじゃん、どっちかっていうと。そのなくし方一つだけ伝授したい。自分のこの視野を広げれば広げるほど、大きくなればなるほどなくなるんだよ、本当に。学校全体もダメじゃない？もっともっと。地域もちょっともっともっと。まあまあまあ、ギリギリ日本だね。私はアリって思ってる、アリンコ。私人間だけれど、アリを見ても何も笑わないで、何も思わないでしょ。むしろアリの穴をほじくって何も感情湧かないじゃん。でもアリの人生、人じゃないや、アリ生なんてどうでもいいじゃん。研究者はちょっといろいろ、一般人からしたら公園に住むアリのことなんて何とも思わないでしょ。太陽がね、私たちをもし見てたとしたら、アリ以下の存在なわけ。太陽からしたら、どうでもいいことなわけよ。そう。そう。
もともとね、その休止から、もうその、つらっちゃってきて、無理できる。学校なんてさ、行った方がいいけれど、行かなくたっていいじゃん。まあ私だって週2しか行ってなかったから、また聞きたいですよ、何し。それはもうね。でもね、でも、うん、学校。うん。じゃあ。なんかついてるよ。今、私、鼻掃除立てでこうやっちゃったのね。ね、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 狭いんだよね。あなたもね、うつの時本当に狭い世界で悩んでたの。会社と蒲田本当にこの2地区で悩んでるわけ。考え方、物の考え方を宇宙規模で考えると、そうですね、悩んでちょっとね、言ってない。だって PV も持ってないしね、全然。多分学校全体でもさ、1000人ぐらいいてさ、月間 1000PV ぐらいじゃん。な1000PV なんてお金にならないじゃん、全然。悪口、陰口を言う人にそこまでの関心を持たなくてよいっていうことよね。でも暴力はダメ。実害がある場合は別ね。それよりももっと学ぶべき人、学ぶべきこと、この宇宙にいっぱいあるからっていう考え方。何言ってるか分からない。あ、ムー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 が気になっちゃって。うっとね、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 つなげてみて。ね、もうね、ね、ね。だから、だから、もう、やっぱね。いや、諦めないで。諦めないで。ね、ね、もう、しやすい、ね、ね。差別は良くない。うん、ね。差別をするような人は、そこまでの関心を持つ必要はないっていう、まあ、そうじゃないとか言うやつもいそうだけど、こと、え。よし、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 よし。こっちじゃない、こっちじゃないでしょ、ね、こっちでしょ、ね、わかんない。どっちから、ね、でだから私どっちが東かわかんないもんこっちなの。やべ、どうやって来るんだよ。気になるからしょうがないじゃんってなっちゃうだろうけど、てか学ぶべきところがそこじゃないから、吸収っていう意味。差別する人に得るものがないから、もうどんどん捨てていただいて、すごいなと思う人をどん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 選択して。昔さ、小学校の時にスポンジのように吸収しろみたいなこと言ってるやついたじゃん。いたよね。お前できてんのかって話だけど、いいものだけね、違うと思うものは捨てて、吸収できるものがあるのかなって一回考えてっていう感じですね。はい、ありがとうございました。